キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回は12球団別12ポジション1球団1人だよ予算10億円チームです。はい、こだわせです。まあ、この企画はまあもちろんね、12球団で12ポジションあるんで、はい、先発中継ぎ抑えで、うん、DH も含めて、はい、で1球団1人で12ポジションを全チームで分け合う、はい、でこれも難しかったんですよね。そう、選ぶの結構難しかった。しかも10億円選手で選んだ選手は入れれないっていうね、はい、制限の中やりましたけども、はい、まあ、前回はね、うん、負けましなんなんその余裕の声みたいな、この王者のこの風格なんなん。いやだって、まあ、圧勝でしたからね別に100対0も1対0も負けは負けだから、ね、関係ない。うん、そうですね。え、これ全敗したらどうする俺俺今年解説者として生きていけんのか。まあ、自信持ってくださいってね、自信持ってポジティブにいこうよもうだってもう終わってるからね。どうなってるか知らないけど、そう、もう終わってるから俺どうしようもないからね。いや、そでもこの12ポジション1球団1人ずつは、うん、あの私どうなってるかとか全く見てないので、うん、俺も分かんない。どっちが勝ってるかとか、どんぐらい自分の選んだ選手が良かったのか分かんないんですよ、うん、しかもこれ12球団絶対必ず1人選らなきゃいけないし、はい、12ポジションだから難しいんだよね。結構難しかったです、うん、さあじゃあ行きましょう。はい、ピッチャー佐々木チームは青柳です。はい、タイトルホルダーだからね、うん、後輩これはもう上がってるでしょ。3億ぐらい、はい、3億ぐらい、1億2千万から、うん、3億、はい、2億4千万です。倍か、倍ですね、うん、もっと上がってる、もっと上がってもよかったけどね、1億2千万、はい、で袴田さん、山本由伸君、イエーイ俺ポスティングでメジャー行くと思ってここ0円になると思ったのに、はい、行かなかったね。そう、いくらですか。3億7千万から、はい、いくらだったんだろう。6億5千万です。おどういうこと。2億8000万、2億8000万あー、いい出だしだな。でかいってもういい出だしだな。でかいでかいってだこれは、ね、ポスティングでもいっとけって佐藤さん避けたからね。山本いやもうさ、いっとけってポスティングで。いやいや、まあ、今年吉田正尚選手行ったから2人一遍にはいかないですやっぱりね、うん、じゃ続いてリリーフはヤクルトから佐々木が今野。おお、じゃあ今野どうですか。3200万から、うん、あるんじゃないですか。4200万。もう1000万。いや、そう、1000万でもすごいんだよ。はい、そうですよ。でも山本由伸も見てるからさちょっと幅がね、うん、で、袴田さんチーム岩崎、阪神投手、1億5000万から、はい、2億。おお、プラス5000万。はい、で、抑え佐々木伊勢、DeNA 伊勢、来てんちゃう。伊勢2760万から。元々2760なんだ。9200万。おー、6440万。あ、結構いいね、いいね。うん、でも袴田さんの清水も抑え、ヤクルト。え、どうなったんだろう、はい、選手。それ、はい、もう奥は行ってんでしょ。8800万から。はい、元も高いからな。1億。はい、1億みたい。1200万から、うん、そうだね、もうちょっと1、2ぐらいいくかと思ったけどな。うん、ね、村上にちょっと払いすぎたのかな。うん、そうですかねで、続いてキャッチャー、はい、大城、佐々木は。ああ、大城どうなん。5500万から、うん、8000万になる。おお、2500万。まあ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 、うん、そんなもんだね。袴田、うん、さんは戸柱。あ、わかん、どうだろう。3740万から、うん、4000万。あれ、260万。まあまあ、プラスプラス、うんうん、で、ファースト、はい、三森、佐々木は、ソフトバンクの。いいんじゃないですか。2400万から、うん、5000万ぐらい。4500万。おお、2100万。でも山本由伸に追いつくのが大変だからね、本当。一人分に。そうですね。うん、まだダウンがいないですね。うん、はい。袴田さん、山口、はい。山口も上がってんじゃん。うん、3ぐらいいってんじゃん。1400万から2800万。おお、まあ、倍か。倍ね。1400万。はい。で、セカンド。はい。佐々木、中村翔吾。いやちょっと成績下げてるからな。どうだろう、ダウンじゃん。 FA 権持ってましたからね。あ、そっか。あ、そうだ、あ、そうだね。そう残留しましたよ。うん、どうなん。1億1000万から、うん、2億。おえー、こう9000万。あ、さすが FA 権、ね、FA 権あるのすごいね。これ FA なかったらダウンしてたの絶対。うん、うわー、プラス9000万。うん、お、いいねいいねいいね。で、袴田さん、吉川。吉川も頑張ったよね、うん、巨人ね。頑張りましたね。うん、3700万から、うん、はい、7000万。ええー、3300万。いや、結構上がったね。あの、すごいのがここまでダウンが一人もいないです。
2人とも、はい、おいいね、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 すごい見る目はですね、あるね、見る目は、うん、トゲあるね、今の、いや、そうですね、あれなんか、さっきは見る目なかったけど、今回いいですね、的に。じゃあ、被害妄想入ってる？ちょっと弱気になってますね。続いてサード、はい、高橋周平、いやー、怪我もあっていなくなったぞ、これどうかな、7500万から6750万うわー、頑張ろうぜ、おードラゴンズ枠、750万なんです、750万なら、これで初ダウンですね、ヤカマさん、リチャードどうだろう、1160万から、はい、1000万、うわーダウンだ、まあ、これはでも仕方ないね、そうですね、160万でも安いからね、うん、下がり幅も少ない、そうですね、うん、ショート、はい、源田、どう源田、お、源田あれじゃん、FA 残留、そうですね、複数年、はい、今日来年 FA だけど来てんじゃん、ビッグゲーム、1億9000万から、うん、3億、おー、ちょっとじわじわ近づいてきてるの、1億1000、おー、結構近づいてきてるぞ、なんか中村翔吾と源田の上がり幅と、うん、ね、うん、うん、私は小園選手、小園もね、うん、でももうレギュラーだから、ね、これはプラスだぞ、うん、小園選手、はい、2100万から4号ぐらい4000万です、おお、ってことは1900万です、はい、私じわじわ増えてるぐらいだな、レフト、はい、近藤、うわちょっと待って、嘘近藤、ちょっと待って、さっきの弱気は演技でしたか、何だったんですか、さっきのなんかこう、あー俺もなんかこれも全部負けれたらどうしようって、いやいや、すぐに、あ、近藤いたじゃんと思って、そう、近藤もう複数年切れるから FA やからと思って入れた、いや、もうこれはちょっとでかすぎだよ、近藤選手は、近藤選手いくらですか、近藤選手2億5500万から6億ちー、3億4500万、いや、もっと吉野部で追いつけたい、推定だ、推定だから、推定、あ、だからまあ7年50億って言われてるんで、はい、で柳田よりは下らしいのよ、はい、柳田は6億2000万だから、うん、まあ6億円の7、6、72、はい、で出来高1億円ぐらいついててぐらいの想定です、はい、という想定です、はいはい、で、プラスいくらでしたっけ、はい、3億4500万、うわー、3億4500万、わー、今ちょっと負けてるな、これで、続いてレフト、はい、鵜飼、鵜飼選手、はい、ちょっと出だし良かったけどね、はい、現状維持ぐらい、1200万から、はい、1500万、あ、300万上がってる、300万、よかったよかった、プラスで下がってるかと思ったけどね、はい、上がってた、うん、でセンター、はい、宗、うわ、はい、宗選手タイトル取ってるぞ、サードだけどね、はい、守ったこと、前年に1回でも守ったことあったら、はい、それは適用されるっていうルールだった、ね、うん、はい、ベストナインだぞ、うん、5700万から、うん、7800万、おお、2100万、はい、もうちょっと上がってるかと思った、うん、中松のセンター山崎剛、はい、これはちょっと下がったかな、1700万から、はい、1900万、あ、200万、でも200万上がった、200万上がってます、はい、で俺がライトが楽天の渡辺義明選手、はい、はい、渡辺選手1250万から、うん、1450万、はい、200万、プラス200万、ヤカマさんライト、万波、万波選手いいところ、はい、ね、うん、これで松本とか選んでたらでしたね、でもそこは気がつかなかったでも俺ら選べじゃない、松本 ね、うん、はい、万波選手900万から、うん、2000万、おお、でも1100万、うん、十分十分、はい、で DH、 俺野間 FA、 野間来てんちゃう、うん、3100万から、うん、5000万、あ、でもそんなだね、うん、みたいな、1年ですかね、関連の1年契約してるから、あ、そっかそっか、その辺りじゃないですか、あ、お、森 FA、 私森選手選んでた、そう、 FA だからって選んだんだ、うんうん、森いくらの、はい、いくらだったんだろう、森選手、はい、2億1000万から、はい、4億5000万、おお、2億4000万アップ、2億4000万、いやいやいや、ちょっと分からんぞ、え、これいい勝負じゃないですか、分からんぞ、ちょっとだって佐藤さんが青柳投手で1億円以上アップしてるじゃないですか、青柳、中村、近藤だね、で、かなり大きいですよね、うん、でも山本、森がいるからで、森選手がいるので、でも近藤選手の幅が大きすぎるんですよ、結構
そうか、結果発表どうなんですか。佐々木は、佐々木は9億8910万から、はい、18億900万、おっ、プラス8億1990万です。8億1990万、8億1000ね、おお。え、こんな限られたメンバーで、あの元祖より増えてる。だいぶ元祖の時間、あれあれから制限された方が、あの発揮するタイプ。でもあのほぼほぼ本当だけどね。そうですね、確かにこの選手一人の、ね、力が大きいですけど。さあ、浜田さんは、はい、浜田チーム、うん、9億7700万から、うん、はい、16億4200万で、はい、プラス6億6500万です。うん、そう、本当計算間違ってない？間違ってません。これはあの森選手と近藤選手は一応推定で、はい、はい、うん、はい、してますけども、はい、これ一緒いっぱいですね。うわ、一緒いっぱいだ。でもさ、赤間さん言ったけど、はい、自由に選んで、はい、全然増えない。制限かけです。どういうこと？まあこれはもう一つ言えるよ、はい、選手が頑張った。そういうことですね。本当にそりゃそうですね。選手が頑張った、うん、しかも俺も赤間さんもマイナスになったの一人ずつだもんね。そうなんですよね。リチャードとサードだ、サードでいいだね。サードの二人だけ、うん、うん、これ一勝一敗だから、はい、まあまあみんなプラスになったってことは、うん、見る目はあったってことですね。そうだね、そうだね、うん、しっかりね、年俸安くでも、うん、だから渡辺義明選手とか袴田さん、はい、万波選手とか、うん、山崎剛選手とか、はい、プラスになってるしね。なってる、みんななってます、うんうん、活躍してるところはね、うん、いいチョイスでしたね、うん、だから袴田さん的にナイスチョイスは、うん、高年俸あるけど、うん、やっぱ小園とか吉川ちゃんと選んでたらがナイスチョイスだね。そうですね、うん、うん、あと多分俺はやっぱ伊勢だね。そうですね、うん、そこはいい感じでしたね、うんうん、あと中村の2億円はちょっとビビったね。ちょっと一瞬ダンかと思ったもんね。おお、そう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 、そこちょっとビビったけどね、うん、はい、うん、まあ、あとやっぱ FA 権持ってる人選ぶっていうのは一つ手ではある、ね、そうだね。だから今年の感じで言うと FA を持ってるやつ誰かを調べないといけないね。そうなんですよ、でかいからね、はい、私も実は2人選んでるんですよね。岩崎選手も確か持ってたし、うんうん、森選手も持ってるし、あ、そうだね、うん、うん、まあ、これで一勝一敗、はい、最後、さあ最後どうなるか、はい、じゃあ交互期待ということで、はい、はい、